おい、こういう友情に弱いんだからやめろって。どうも皆さんこんにちは、滝月と申します。ポケットモンスターバイオレット続きをやっていきましょう。さあ今回は正真正銘のカシオペアですね。マジボスと戦おうということなんですけれど、まあ前回さ校長先生にボコボコにされてしまったんで、今回はねしっかりとレベルを上げてから戦いに行こうと思います。ということで早速ルーレットをね回していきましょう。でけ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 ー、じゃじゃーん。お、毒タイプか、毒か、いいんじゃない。それじゃあ毒タイプ集めますか。皆さん完全に忘れてました。毒タイプね2匹しかいなかったわ。二足歩行の毒タイプ2匹しかいませんでした。こちらストリンダーとドクロックですね。そして春巻きがいます。3匹になっちゃうんだよな。まあ仕方ないかな。一応ねもう一個ハイの姿のストリンダーも一応用意してはいるんだけど、なんか同じ名前だからね、姿は違えどまあ名前は同じということで、まあ同じポケモンはあんまり入れたくないなっていう気持ちがあるんで、今回はこの3匹かな。うん、この3匹で行こうと思います。いやこれは多分きついと思うからレベル上げはもうちょっとやってこないとって感じかな。うん、よし、じゃあレベル上げ頑張りましょう。よっしゃ、帰ってきました。じゃじゃーん、レベル70まで上げてきたよということで、これだけ上げれば勝てるでしょう。どうだろうか。よし、じゃあ頑張っていこうか。この中入ればいいのか。さあマジボス殿に会いに行きましょう。いやどうせボタンちゃんでしょう。どこだ、グラウンドって言ってたな。グラウンドにはどうやって行けばいいんだろうか。ここから行けるのか、ここでいいのかな。グラウンド来ましたけど、あ、やっぱり滝月カシオペアさん来てくれたか。もうどう見てもボタンちゃんだけどな。そのイーブイのリュック、あら悪そうな顔、どうしたの。驚愕しただろう。私こそがマジボス、そしてカシオペアの正体だ。なんかちょっとなまってた可愛いボタンちゃんはどこへ行った。学校前で下っ端を倒したあなたの強さを見て、スターダスト大作戦を思いついたのだ。私の力さえあれば LP など湯水のごとく増やせる。あ、それってさ、ハッキングしてハッキングして増やした不正なお金ですか、もしかして。報酬があれば乗ってくると思ってな。補給班としてずっと動向を見張っていたぞ。あとは私を打ち負かせばスター団は完璧に終わる。そのために動いてもらった。だが同時にスター団を終わらせたくない気持ちもある。やすやすと負けるわけにはいかない。最後の勝負、準備はできているか。いやもう頑張ってきたからできてるはず。感謝する。おお、ネルケ、すまない待たせたな。この時のために変装してきてくれたの、校長。タイム先生の反省文が、いや準備に行って戻ってな。もしかしてその声はネルケか。校長先生やで、ボタン。やはり、いやあんたがやっぱボタンちゃんだってこと知ってるんだ。カシオペアだったのか。ああそうだ、ネルケにも一仕事頼もうか。これから起こることを動画で撮影してもらうぞ。勝敗を団員に通達するからな。あ、
ああ、わかった。じゃあここで負けたらちょっと示しがつかないよね。いや、頑張ろう。改めて名乗っておこうか。私がスター団マジボスカシオペアではなくボタン、知ってる？マジボスの力の前に神戸を打たれてひれ伏すがいい。そうだったのか。うん、よし、何を出してくるんだろうか。ブラッキー、あ、もしかして EV 系で攻めてくるかな。はその可能性はある。勝負するなら手は抜かない、それがスター団の掟。何匹だ、わ、6匹いる。これまあ、とりあえずオーバードライブが攻撃が下げられた。でも大丈夫。あー、やっぱブラッキー硬いな。よし、特攻を上げていく。ノードスプレーで特攻が上がりました。よし、次でいけるだろう。きたー、ナイスナイス。敵のレベルは62だからな、まあ大丈夫なんじゃないかな。そのためにここまで育ててきた。強いぞエヴァ。やっぱエヴァは初期からいるからね、思い入れがあるし頑張ってもらいたい。いいね、シャワーズなんて怖くないぜ。いいよ、オーバードライブでどんどんやっていこう。いいいいいい、よっしゃー、よし。サンダースは今度はこっち、爆音波、これで やりたいところ。雷、よっしゃー、エヴァには当たらない。いいね、エヴァの特性はね、なんかこの音系の技がね強くなるっていう特性なんで、爆音波とか使っていきたいね。ビービアもそのまま。おや、もしかしてエヴァだけで勝ててしまうのでは。おやおやおや、リーフブレードか。あー、全然効かんや。はい、毒好きです。あー、微妙だったな。でもまあもう一発いけるでしょ。効かないね、そんなのは効かないね。さあ毒好き、よーし。え、これ余裕じゃね。あらあら、もしかして俺たち強くなりすぎた。ニンフィアか、ニンフィアも毒に弱いよね。申し分ない強さだな。ボスたちがやられるわけだ。あ、ニンフィアもしかして最後かな。最後だな。ってことは忘れちゃいけないテラスタルで、エヴァは毒タイプにテラスタルするから毒好きが効くぜ。いっけー、テラスタルだ。じゃじゃーん、いいでしょう、かわいいでしょう、この毒のマークが。いえー、かっこいいぜ。星々のようにテラスタル、なりたい自分に変身しろ。え、もしかしてこれフェアリータイプに変身しないとかある。あら、かわいい、かわいい、手を押さえてるのめちゃめちゃかわいい。さあフェアリーだね、よかった。フェアリーのこの頭の上のやつかわいいよね、ハート型でさ。さあ食らえ、毒好きだ。あ、ちょっと残っちゃった。シャドーボール、なぜシャドーボールなんだ、効かないね、シャドーボール。はい、感謝の毒好き、ありがとう毒好き、お疲れ様でした。これが本当のお疲れ様でしただ。あら、あらあら、ケロッピー、毒ロッグ出てくるところなかったね。あらあら、これで終わり、本当の終わりだ。終わったよ、みんな。お、みんな集まってる。これは昔の話か。これで終わりにしよう。終わりってスター団解散って。あ、ピンヤ君のこの顔好き。
この困ってる顔好き。それさ、マジで言ってんの？スター大作戦のせい、ちょっとやりすぎた。まあド派手にやったからな。校庭にいじめっ子ども集めてさ。でも私たち結局喧嘩も何もしてないよ。こちらはいじめをやめねば断固戦うと決意を述べたのみ。無血の勝利でありましたな。俺たちの格好にビビったのか、あいつらポケモン勝負もせずに泣きながら謝ってるだけだったもん。もうこの素敵な衣装に威圧されちゃったんだ。やっぱ見た目って大事だな。でもあの後いじめっ子たちみんな大騒ぎしてやめちゃ逃げちゃって、問題が大きくなりすぎた。うちらもただじゃ済まないよ。確かにまずいかもね。うちが何とかする。おい何言ってんだ。スター団始めたのはうち、みんなを巻き込んだのもうち、だからうちがけじめつける。マジボス殿、いじめなくなったんだし、みんなは学校行って。てめえはどうすんだ。うちは学校行けないんだ。なんでよ、もう引きこもる必要ないでしょ。みんなにはありがとうしか言えない。リアルで会ったことないのに優しくしてくれて。ちょっとマジモスちゃん、言い方お別れっぽいよ。やることあるから。何をおっしゃってるでござるか。ちょっとマジボスってば。あ、ここで見てたのか。バイバイ、ありがとう。あー、こういう過去があったわけですね。突然いなくなっちゃったと。ありがとう滝月ネルケ。確かに見届けたぜ。これでうちもスター団も終わ…ん？待ってくだ…くれないか？改めて確認したいことがある。確認？マジボスであるあんたがなぜスターダスト大作戦を企てた？解散しようって言ったのに誰も団辞めないから。マジボスが命令しても？お願いはしても命令はしない。そういう団の掟だし。掟？ボスたちも掟を大事にしていた。だから掟使って団を解散させようと思った。掟で決められた理由ならみんなスター団を辞めると。そう、掟にのっとって戦わなきゃダメだった。それでスターダスト大作戦を。カシオペア、最後に一つ聞かせてくれ。あんたにとってスター団、団の仲間たちはどういう存在なんだ。ほう、大事な宝物だよ。ボタンちゃんの宝物は仲間だったんだ。よろしい、よくわかりました、ボタンさん。は？あ、目がまん丸かわいい。私からボタンさんにお話ししたいことがあるのです。校長に戻っちゃった。その姿で校長に戻らんといて。喋り方どうした？急に怖っ。そうですね、まずは正体を明かしましょう。いや、それ正体明かされたらちょっと冷や汗がすごいと思うんだけど、やめてほしい。校長！カシオペアがボタンさんならばネルケはクラベルだったのです。いや、なんで？スター団の皆さんときちんとお話しするためです。教師と生徒、まして校長が相手では皆さんの本音が聞けないと思ったからです。だからって変装までする？
ズラのチョイスも意味わからん。それはそう。そろそろいいでしょうか。皆さんいらしてください。お、あ、もしかしてみんな集まってんの。全員勢ぞろい。あ、来た。え、久しぶりだな、マジボス。ピーちゃん、ピーちゃんって呼ばれてんの？かわいい。久しぶりってか、初めましてだろ。本当の名前も今知ったしさ。メロちゃん。初めて見るマジボスのご尊顔、誠に眼福でござるな。くどいてる？ヒューメイ。本名ボタンだっけ。元気にしてたな。あ、かわいい。なんかちょっと照れてる。モルくん、やっと会えたね。すごく心配してたんだよ。美はね。愛されてんね。じゃあせーので。お疲れ様でした。なにこれ、エモい。てか、え、メロコの顔可愛かった。メロコめっちゃ可愛くなかった？今おい、こういう友情に弱いんだからやめろって。さて、ボタンさん、そしてボスの皆さん、アカデミーを代表しスターダンに申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。え？アカデミー校長クラベル、一生の不覚です。え、え？スター団結成の理由、活躍はボスの皆さんに聞きました。私が赴任してから見ていたいじめのないアカデミーの姿は、あなた方の悲しみと怒り、勇気が勝ち取っていたということを。結論から言います、スター団への解散要望およびボスの皆さんへの退学勧告は直ちに撤回いたします。クラベル校長、つまりそれってさ。ええ、スター団の解散はもはや必要ありません。おお、よかった。やったー、ボタンちゃん、これからもみんな一緒だよ。なんか今流れ星流れなかった？あ、流れ星流れてる。あー、なんかいいね。強烈至極でござる。でもうちみんな裏切って。スターダスト大作戦のこと？クラベル校長から聞いたよ。団にこだわって退学しそうな僕らを心配しての行動だろ。普通に解散って言われても、はいそうですかって俺らじゃねえし。我らを思うボタン殿の心中を察するにあまりある。心配させてごめんね。私たちもう大丈夫だ。だとしても、話を続けますね。先ほど申し上げたように、スター団への解散要望は取り下げます。ただしスター団の皆さんが行った長い無断欠席、制服の改造、アカデミー備品の勝手な持ち出し、ライドポケモンの改造および暴走などなどなど、学則違反もろもろは見過ごせません。そこはね、厳しくいかないとね。ああ。故に処分として奉仕活動をしてもらいます。ほう、何でしょうかそれは。奉仕活動？はい、スター団の皆さんには STC の運営をお願いします。 STC とは何の略？ S はスター、 T はトレーニング、 C はセンターを意味します。スタートレーニングセンター、アカデミーとポケモンリーグで新設するトレーナーを育成するための施設です。ほう。
これは滝月さんがアジトに勝ち込んでるのを見てひらめきました。スターダムの戦法やアジトはユニークかつ独創的ですので、アジトはトレーニング施設として、スターダムは STC スタッフとして活動を継続していただきます。はあ、なるほど。あそこに作ったスターダムのアジトを再利用しようっていう、そういうこと。以上、問題はございますか。いや、楽しそうだし、なんかウィンウィンっぽいけど。俺たちが言うのも変だけどさ、ボタンも一緒にやろう。さよう、ボタン殿も共に。学校も一緒に通おう。何があっても私たちが守るよ。スターダムも学校も両立できたらいいなって僕らで話してたんだ。ダメか、メロコちゃん可愛いよね。メロコちゃん可愛いな。みんな、滝月どう思う。いいと思う、頑張って。でも今決めなくとも大丈夫ですよ。ゆっくり考えてください。ひとまず解散しましょうか。団ではなくこの場を。なんかええ感じに丸く収まった感が出てるけど、いいのかな。竹月さんは後ほど校長室まで来ていただけますか。おお、なんか部屋に戻ってきちゃった。校長室へ向かおう。校長室呼びだし、じゃあ行くか。校長室、校長室、お邪魔しまーす。滝月さん、いらっしゃいましたか。スターダムの一件に関してお礼を伝えたくてお呼びしました。あなたがいなければ私はスターダムの皆さんに誤った処分をしてしまうところでした。そうだね、危なかったよマジで。誠にありがとうございます。お、誰だ、どなたでしょうか。ボタンです。どうぞ入ってください。お邪魔します。 STC、 みんなとやってみたいんですけど。それは素晴らしいですね。いいお返事をありがとうございます。でも、うちみんなより処分重くなるような気がしてて。スターダスト大作戦を指揮したからですか。いや違くて、うち完璧悪いこともしてて。完璧悪いこと？ LP を勝手に増やしたことじゃない。やっぱりスターダスト大作戦でギャラとして配ってた LP、 あれリーグの LP 管理システムハッキングしてちょっと不正発行してて。ああなんということを。やべえ、そのもらった LP を使った俺にも罰が下るんじゃないの。そもそもポケモンリーグのシステムをハッキングできるとは。いや、そんなにむずくない。じゃなくてごめんなさい。さすがにその件は私の範疇を超えますね。ポケモンリーグのトップ澤高さんにも相談してみます。ですよね。申し訳ありませんが、滝月さんは席を外していただけますか。ボタンちゃんどうなっちゃうんだろう。警察沙汰になったらどうしような。一緒にさ、エリアゼロに行こうっていう話がさね、なくなっちゃうから困るよ。それだけは勘弁してあげて。なんかパッと見た感じ、いろんなところに先生がいて話せそうだね。なんかちょっと気になったから来ちゃった。先生ちょっと来ちゃった。あー、どうもどうも、ジニア先生来ちゃった。滝月さん、もう学校には慣れましたかね。いや、もう慣れた、もう慣れたよ。スターダムをね、解散させるところまで僕は追い込みましたから。慣れました。それはよかった。楽しそうで嬉しいな。そうだ、ポケモン図鑑アプリ使ってくれてますか。実は開発したの僕でして。それも何度も聞いたよ。作れたのすごく嬉しいんだろうな、ジニア先生。
みんながポケモン捕まえると僕にデータが送られてきてポケモンの調査が進むんです。だから知らないポケモン見つけたら捕まえて図鑑を埋めてみてください。まずは目標30種類、いやもう30種類以上も集めてるよ。集めたら教えてくださいね。ポケモン図鑑30種類集めてくださったんですね。もうねだいぶ序盤にね集まってるよ。多分もう200とかいってんじゃないの。わーわー、あんなポケモンこんなポケモンデータがわんさか嬉しいな。すみません、取り乱しちゃいました。おかげさまでポケモンのこともっと深く調査できそうです。やっぱりジニア先生、私が好きだった生物の先生にめっちゃ似てんだよな。お礼にこちら差し上げますね。自分がお世話になってた生物の先生はなんかすごいトリッキーなことを言う人だったんだけどね、人間を剥製にしてスライスしたら楽しそうですよねみたいなことを言ってた覚えがあるな。お、峰打ちもらった。滝月さんはポケモン捕まえるの上手なんですね。ポケモン図鑑100種類集めてくださったんですね。これ永遠に続くか。多分これ一生続くな。うん、一生続くな、この先生の話。いやもう一気に見せよ。もうええって、なんか100種類とか徐々に出していかなくていいからさ、あのもう一気に見せよ。もう全部一気に見せようよ。次は完全制覇、400種類か。まだ全種類は捕まえれてないからな。これも集まったらジニア先生に見せに来ればいいかな。なるほど。学校の中もな、あんまり来れてないから今度探索してみるのもありだな。お、電話だ。ロトロトロト。滝月、何ボタンちゃん、ちょっと話があって。うちらが初めて会った学校の階段前に来てほしい。待ってる。学校の階段前、ボタンちゃんが勧誘されてたあそこか。あ、いた。ヤッホー、一緒にさエリアゼロ行かない。すがすがしい。お疲れ様でした。団作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶、ダサすぎて逆にありだよね。やっぱダサいって分かってたんだ。うん、ダサいと思ってた。うん、でもなんか癖になってきた最近。 LP 不正発行の件、やばいことになると思ったのにあっさり許された。え、いいんですか。どうなったの。ポケモンリーグでエンジニアとして奉仕作業すればチャラだって。ああ、エンジニアとして雇ってもらったんだ。卒業後もぜひ来てほしいって言われた。校長にも澤田って人にもなんかすごく褒められたし、素晴らしい才能だとか。でも確かにここでボタンちゃんの才能を潰すよりはいい選択だと思うな。呼んどいてごめん、リアルで話すの苦手な。うまく言葉が出てこないし。だけどあの、あ、ありがとうございました。滝月のおかげでスターダンも仲間も救われた。感謝してもしきれない。だからこれ何、結婚指輪。流星群、あなたなら多分使えるはず。それと滝月に借り返したい。何かあったら言って。じゃあ僕と付き合ってくれませんか。特に機械とかハッキングとか得意分野。じゃあ僕の心をハッキングみたいな、そういうね、ちょっと滝月が困った時は今度はうちが助けるんで。ボタンちゃん、じゃあまたね、お疲れ様でした。ボタンちゃん、ボタンちゃん、結婚して。スターダストストーリークリアー。いやー、終わりましたね、スターダスト大作戦。残るはポケモンリーグですね。いやー、頑張ろう。
あともう一息だ。